冒険家の皆さん、こんにちは。えっ、ー、と、昨日ですね、こういうブログを書きました。えー、あの、コロナウイルスという病気が、あの、広がっていて、えー、それで学校が休みになってしまう、えー、例が世界のいくつかの国でもすでに始まっています。で、カナダでも、えー、コロナウイルスの病気にかかっている人が見つかりました。はい。ですので、えー もし、これから、あの、学校が休みになってしまうとしたら、その前にやっておくべきことがあるというのを、昨日、ブログに書いたわけですね。で、今日はですね、えー、その先生方の中で作文の添削がとても大変だというふうに聞きましたので、Google ドキュメントを、えー、学習者が先生に共有して、先生がその添削をするという方法を、この画面でご紹介したいと思います。 はい。えー、まずですね、あの、今、Chrome というブラウザを使っていますが、Chrome の場合は、コントロールキーを押しながら、えー、キーボードの T を押すと、新しい、えー、あのー、新しいタブですねああの、開くことができます。はい。で、ここで昨日もお知らせしましたけど、お見せしましたけど、えー、Doc New とタイプすると、新しい Google ドキュメントを開くことができます。 doc.new ですね。はい。はい。今、あの、うん、Google ドキュメントの足、えい、ー、あの、画面を開きました。はい。で、新しい Google ドキュメントの、あの、ファイルを開いたところですね。まあ、タイトル何度もいいです。ちょっと作文ぐらいにしましょうか。そうですね。あと、はい。ちょっと、ちょっと、あ間違っちゃった。はい。ごめんなさい。はい、F12 を間違えて押してしまいました。そうそう、こういう画面が出てきてしまいます。 OK, 消えました。はい。えっ、ー、と、バックスペースで、作文、えっ、ー、と、ジャニュアリー、18、20、違った。えっ、ー、と、はい。えー、28というふうに書いてみますね。はい。ここで、まあ、あの、学習者が何か作文を書くわけですね。えー、ここでは、えー、昨日の僕のブログから、あの、最初の三段落目ぐらいをペーストし,しました。はい。 じゃあですね、これを、あの、あの、えー、学習者が先生にシェアするというのをやります。この右上のシェアというのがありますね。これとてもわかりやすいです。最初はプライベートとオンリーミー、つまり私にしかシェアされていない状況ですから、これを押しました。はい。で、ここにですね、 先生のメールアドレスを押しても、あの、入れてもいいんですけど、最近のあの、若い学生さんはメールも使っていませんよね。チャットなんかでやっています。でその場合は、この get shareable link、あの、共有できるリンクを、えー、あの、ゲットする、取得するという意味ですね。はい。で、ここでですね、まず、あの、見るだけの、えー、モードになっています。これだと先生は添削することはできません。なので、 これをですね。まあ、エディットにしてみましょう。このコメントでもいいですが、今日はエディットの方法をご紹介します。はい。これで、このメール、あのー、リンクを受け取った先生は、が、あのー、編集できるようになります。はい。で、ここでコピーリンクをしますね。はい。これで、えー、クリップボードにコピーされました。もう一回、じゃあ、Chrome で新しいタブを開いてみましょう。<laughs> ここからは、先生の立場で見てください。はい。先生はリンクを今受け取りました。 チャットで受け取って、そのリンクをコピーしたところです。それを、えー、あの、えー、アドレスバーに入れて、エンターキーを押しました。はい。そうすると、学習者が書いた、この作文が、えー、編集のモードで見ることができるわけですね。ここで気をつけなければいけないか。先生は、これをこのまま編集しないということです。えー、なぜかというと、どこを編集したかが、 学習者には分かりにくいからです。そのためには、この編集モードから提案モードに変える必要があります。はい、今提案モードにしました。そうするとですね、例えば、えっ、ー、と、もう一番一行目がちょっと、はい、えっ、ー、と、この武漢っていうの漢字読めない人多いと思いますから、今、えー、消したところですね。じゃあここで代わりに中国って書いてみましょうか。 中国のにするとだいぶ分かりやすくなりますよね。<laughs> えっと、あと、例えば、羅漢してしまった。えっ、ー、と、羅漢してもちょっと難しいので、この病気にかかってしまったらということですね。はい。えー、で、はい、これがですね、あの、 もうこれであの同じ画面を、えー、これを書いた学習者も見ることができます。今ですね、これが、ここにあるのが教師として受け取って編集した立場ですね。この真ん中にある、えー、2番目のタブが学習者側のタブですけど、これも、はい。全く同じようにですね、えー、先生が <laughs>、あの、検索したものが、そのまま、えー ここに表示されています。えー、こうしてみると、とても簡単に、えー、あの、つまりアップロードとかダウンロードとかしないで、すぐに、えー、添削結果を共有することができますので、簡単でいいと思います。はい。こうやって、えー、遠隔あ、つまりそのオンラインで授業ができるようになると、教室に集まらなくていいので、病気が、あの、コロナウイルスの病気にかかる、えー、リスクを え、下げることができます。ぜひ、こうやって皆さんの学習者の、えー、命を、えー、守ってください。はい。それでは、失礼します。